はい。因縁のライバル対決。コウタさん対ユウキさん、ブラジリアン柔術。5分1本。ね、これはガチです。真剣です。はい。じゃあ行きましょう。スタート。ゆうきさん、テイクダウン2点。顔に圧かけて。抜かれないように、抜かれないように、耐えて耐えて。顔に圧かけて。取れるよ、取れるよ、OK。はい、ゆうきさんマウンテン4点追加。今度エビして、ハーフにまず戻す。あの、端で危ないから。あ、はい、ストップ。そのまま、真ん中に。いや、もっとせっかくなら真ん中行きましょう。同じ体勢で。同じ体勢で。はい、じゃあゆきたかさんスタンバってください。はい、じゃあ行きますよ。おっと、はい、OK です。はい、はい。まずハーフに戻そう。エビして、体重かけて、エビして、大丈夫、耐える耐える。エビして、顔に圧かけて、反対エビしてかけよう。2回エビすんの。大丈夫、大丈夫。足、足挟めそうだったらさ、パーフに戻して。自分の身持って帰って。体重かけ、体重。道着持つ、道着。そしたら、そうそう、ね、そしたらクロスに戻すか、入るか。はい、同じ体勢の真ん中。ゆうきさん4点追加だね。はい、同じ体勢です。同じ体勢。はい、スタート。足持つ、足持つ、持つ。体起こして。足で膝起きて、膝。大丈夫、これは取れる、これは取れる。クロス締めて、クロス。足締めて、足。
OK。 足持つ、足足払って、ナイスナイス、お起こさない起こさない大丈夫、入ってないよ、あと10秒、これ決める、頭はまだね、決まんない決まんない、終了です、そんな入ってないですね。まあ、そうですね。12ぐらいだったからごめんなさい。まあ、とにかくコツさん3点っていうのを俺覚えてるんですよ。はい。まあ10とりあえずまだ後でこれ映ってるんでね、あの採点しますけど、とりあえずゆきたかさんも覚えてらんないということで、じゃあ13対3で、ゆきさんの勝ちですね。おめでとうございます。コツさんどうでしたか。全然ないです。コさん MMA のトレーニングに専念してたと思うんですけど、柔術はどうですか。いや、もっと柔術頑張って MMA の底上げにつなげていきたいと思ってます。はい、柔術マスターが偶然にも隣にいます。はい、マスターちょっとなんか今度教えてあげてください、はい、今日悪かった点とか良かった点をまたね練習してね繰り返してね、 OK ですかね。なんかマスターからアドバイスがあれば。エビをちょっと頑張りましょう。基礎的な。はい、ミキさんおめでとうございます。これでまた連勝ですね。青いものがちょっと見えてきましたね。はい。どうでしたか今日の戦いは。いやでもちょっと経験上、はい、やっぱ一本取らないとダメな相手だったので、ちょっと悔しいです。さすが自分に厳しいね。すごいね。マスターどう思いますかこの姿勢。結構惜しいとこあったんで、もうちょっと覚えれば決めれたと思います。フィニッシュできそうな場面いっぱいあったよね。あちゃんさんどうでしたか。コウタさんのマウント返し良かったんですけど、そこからマウント取ってからのあの展開がちょっと見たかった。なるほど、わかりました。熱い試合でしたね。はい、ちょっと2人ともね親友同士の戦いだったんでね、ちょっと情が出たかもしれませんけどね、知らない人とやるときはねもう絶対負けないぞって気でね頑張りましょう。はい、またねいっぱい練習してどんどん強くなりましょう。チャンネル登録してください。恐竜拳、波動拳。